おばあぎー、茨城ひよりです。今日も私の自宅からお届けしまいちゅーちゃいます。噛んでないです、冒頭から。はい、ということで今回のひよりアートも皆さん見てください。こちらの白黒のやつがそぼろ納豆うまーって言ってるひよりで、うまーうまーって言ってるひよりで、でもその隣にあるのが漢字を間違っているひよりで、でこちらにあるのがあーあーっていうひよりです。いや、皆さんいつもありがとうございますね。いつも募集してますんで、まだまだよろしくお願いします。ひよりんアートですよ。そういえばなんですけど、皆さん気づいてました？実はこの窓の外に見える高いビルあると思うんですけど、あれが日和の勤めている茨城県庁なんですよ。すごい立派でしょ。通勤も近くて朝ギリギリまで寝られるのでとっても助かってます。あ、そうだ、映っている景色から私の住所とか特定しないでくださいよ。もうそれはね、ごじゃですからね。ごじゃはやめてください。今日は日和山登りにチャレンジしようと思います。そう、茨城が誇る山、四方筑波山の登頂を目指します。筑波山といえば西の富士、東の筑波と並び称されるほどの名山です。登山やハイキングスポットとしても有名ですし、ケーブルカーなども用意されていますので気軽に登頂することができるんですよ。日本百名山の中でも筑波山は一番、標高が低いので登りやすいんですよ。じゃあですね、登山なのになんで部屋にいるのかと言いますと、お気軽に筑波山に登れるゲームをスタッフさんが用意してくださいました。じゃーん、もはや VTuber 界隈の登竜門と言われているゲッティングオーバーイット、通称つぼおじさんです。この山のモデルになんと筑波山が用いられているとかいないとか。はい、ということでルールはすごく簡単です。マウスでキャラクターの持つピッケルを引っ掛けて登頂していくというものですね。なになに、スタッフさんから応援メッセージ？決してイライラせず平常心を保って頑張ってください。まだある。精神的に異常をきたしそうな時は早めにスタッフに声かけてください。まだまだある。忍耐という言葉を学べるゲームです。頑張ってください。何ですかこれは、何ですか。もう日和に限ってそんなこと大丈夫ですよ。バキラ TV のスタッフさんは超難易度クイズとか漢字とかありましたけど、まあ、日和は全部クリアできるのをわざと間違えたりとかするんですけど、まあ、今回は大丈夫でしょう。ということで早速筑波山登頂、登頂、筑波山登頂やっていきましょう。では早速筑波山登頂やっていきましょう。これですね、ゲッティングオーバーイット、最初からいきましょう。あ、よく見知った先輩 VTuber さん方もやっておられるつぼおじさんです。おー、いきなりマウスを持ったら、この白い丸が私のマウスの動きなんですけど、それにしても操作性が悪すぎる。おじさんの腕がの伸び縮みなのか、この斧の伸び縮みなのか。よいしょ、やった、わー、あー、セーフ。こういける、ういこうだ、よいしょよいしょよいしょ、あ、あっち側に行けない。じゃあこうしてこうしてジャンプ、いけた、やった、戻った、あー大丈夫、まだ引っかかってなかった。これ全然いける気がしない。これ本当に難しいんですよ、本当に。あ、なんかノリでいける、ノリでいけ、ノリで回していけ、ノリで、全然ノリだといけない。そうですね、慎重にいきますか。こうやって
ぐるぐる回してぐるぐる回したら落ちた。大丈夫だ。I'll understand if you have to take a break at any point. なるほど。Just find a safe place to stop. 上に岩が。いけ。Don't worry. I'll save your progress always, even your mistakes. なんだろう。全然いける気がしないっていうか、ヨットのオールが刺さってますね。これに引っ掛ける。引っ掛けられないですね。そうですね。おいしょ。いける。いける。どうする？どうする？どうします？よいしょ。これは、ああ、本当に崖の下に突き落とされた気分。これ本当に、なんでこんなことさせるんですか？え？本ゲームは操作が非常に難しく、プロゲーマーの方が24時間続けてプレイしたもののクリアできなかった実績を持つゲーム？そんなの日和がクリアできるわけないじゃないですか！もう、リテリテ、もうここのスタッフさんはもう…いける？あれ？いける？いける？いける？できました。できました。できました。ゆっくり。できませんでした。もう最初に戻ったじゃん。スタッフさんはごじゃっぺなせいですよ。でも、ここはポジティブにいきましょう。さっきからちょっとブラックヒオリンだったので、ちょっとポジティブにいきますと、逆にね、これもっとクリアできたりとかしたら、ヒオリンが、ヒオリン茨城県公認 VTuber 世界記録ですみたいにならないですかね。そしたら世界からオファーが来ちゃうかもしれないですよ。もうそしたらもう茨城県姉妹としただらけになりますよ。もうあの日和さんがいる茨城県だったら、もう、うちと姉妹都市になりましょうって。ほら、いいこと話してたらこんなとこまで来ちゃいましたよ。ほら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 、やった、いけ、ほら、あー、やだーやだー、止まったやっぱり日和はポジティブが一番ですね。いや、この動画が出たー、暁には、え、ここどこ、え、こんなとこありましたっけ。一番下じゃないかーい。なるほどね。いいことを話してると、このゲームのおじさんにもいいことがあるってことですね。なるほどなるほどなるほど、わかりました。じゃあ茨城のいいところをお伝えしますね。実は日和、ちょっと前になるんですけど、笠間市の笠間シングリ祭りに行ってきたんですよ。でも栗尽くしの、あ、よく見たらこのおじさんも栗っぽい壺に入ってますね。栗尽くしの製品とかがいっぱい出てて、すごい楽しかったんですよ。日和すごい栗が好きなんでね。で、その日のそのイベントのお昼ですね、行われたのは大抽選会なんですよ。そしたらもうすごい人がいろんなところから出てきて、まあ、その抽選会を皆さん待ってらしたんですよね。で、日和が抽選券をもらった頃にはもう1800何番台とかになってて、もうだから笠間市に一気に2000人の人が集結したんですよ、抽選券の商品を狙いに。なんか笠間市ディスってるみたいなことになったら、なんか全然進まないんですけど、まあ、とにかくその抽選で当たるのは、そのね、あの地域の人が出してくださった景品だったり、あのホットプレートとかね、折りたたみ自転車もありましたね。で、日和はね、もうこれ絶対当たるなって思って待ってたんですよ。待ってたんですけど、待ってたんですけど待ってたんです。待ってたんですけど、はい、この壺男のように地に突き落とされたわけですね。すごい、ずっと待ってたんですよ、最後の発表まで。何か当たるかなと思って、でも全然当たらなくて、だから来年ももしね、抽選会があればリベンジしたいななんて思ってるんですけどね。それより何よりも日和がゲストとして呼んでいただいたらさらに嬉しいななんて思うんですけどね。すごいね、大きいね、公園でやって、これもう終わらないじゃないですか。これまだ続けるんですか、まだ続けるんですか。この放送回が
コメント欄が荒れないことを願います。ひよりん頑張れって言ってほしい。でもすごいブラック見せちゃったし、なんかもうこれここでよし、こうでいこう、こう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 、頑張れ頑張れ、ここまで来た、やったっけの、頑張れ頑張れ、危ない。今こっちの方にいた時、ふって笑いがスタッフさんから聞こえましたよ。聞いてますからね、日和は。頑張れ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 、最後だ、いけいけいけ、どこに行くんだ。仕込みとかないですか、バッテリー残量が、危ない危ない危ない、仕込みとかじゃないですか。これで逆方向にジャンプみたいなこともしない、やった、これ、いきますよ。これ最後いきますよ。ひよりん、ジャーン！うーそー！かかってます。ジャンプ！こう、ジャンプ！ジャンプ！ジャンプ！やった！嘘でしょ！やった！嘘！やったー！ Oh, you just lost a lot of progress.お、大きく後退することに相当なイライラですね。なんとも悔しい。わかりました皆さん、日和がごじゃっぺなんじゃないです、このゲームがごじゃっぺなんです。茨城が世界中で有名になったら、このゲームは日和がプレイしたゲームとして知られます。どうか皆さん、その日のためにチャンネル登録とツイッターのフォローをお願いします。次回も茨城県と日和の応援を。